動画をご覧いただいてありがとうございます。速報、韓国の G7 参加に日本反対、韓国の反発必至かというテーマで今日はお送りしていきたいと思います。先日からですね、トランプ大統領の G7 の拡大構想で、韓国はですね喜んで参加を表明していました。国内ではですね、もうすでに参加が決まったかのようにですね報道されてましたよね。骨格が上がったとか、貿易体制が世界に認められたことに大喜びしてましたよね。それに対してですね、日本が正式に態度を表明と、想像に難くない結果となりましたが、答えは当然ノーです。韓国の G7 参加には反対の考えをアメリカ政府にですね、正式に伝えていました。韓国でもですね、日本が反対するのではとの意見もありましたが、まさにその通りですね。はい、それでは記事をご紹介したいと思います。記事は共同からになります。トランプ米大統領が5月に表明した先進7カ国首脳会議G7 サミット拡大構想をめぐり、日本政府高官が米政府に対し韓国の参加に反対する考えを伝えていたことが27日分かった。中国や北朝鮮への外交姿勢が G7 と異なると懸念を示し、枠組みの維持を求めた。米側はトランプ氏が最終判断すると応じた。複数の日米外交筋が明らかにした。韓国政府は G7 参加を歓迎しており、反発は必至だと。日本側の対応にはアジアから唯一 G7 に参加する外交的優位を守る思惑もある。安倍晋三首相の意向を踏まえたとみられると。歴史問題などで対立する日韓関係の冷却化を進める可能性があるというふうに記事は伝えています。当たり前の結果かなというふうに思います。中国への対応とか北朝鮮への対応を見ているとですね、G7 の考え方とは異なった対応をしているということで、安倍晋三首相の意向ということですが、日本の総意としてもですね、まだまだ韓国が、世界の G7 に入ってくるというのは時期尚早すぎるのかなというふうに思います。これに対してですね、韓国からの反発は間違いなく来るでしょうね。はい、ということでですね、G7 の拡大については、議長国の権限ではないというお話もありました。トランプ大統領が最終判断をするということですが、拡大についてはですね、参加国全員の賛成が必要ということから考えると、韓国の参加はですね、事実上消えましたね。はい、さて、これに対してですね、韓国はどういう反応をするんでしょうか。楽しみですね。はい、今日は、速報ということで、今後ですね、間違いなく、韓国の反発、これに対する反応がですね出てくると思いますので、そのあたり、注目しておきたいと思います。また、進展あり次第ですね、お伝えしていきたいと思います。それでは今日の動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただいてありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価、皆さんのご意見、コメントもどしどしお待ちしております。ベルのマークのクリックもお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。